過去の夢は未来の現実なんですよ。レフテクサンシャネマイクロンすげのれのれのれへ地に足つけ頭雲の毛進む前に前に前に、いつもありがとうございます。ようこそアテリエ夢プレゼンター身長は高いですか。今週はクイラーファイルこと竹内ラファエル清です。ありとあらゆる人生への好奇心が偉大な創造者たちの秘密だと思う巨匠レオ・バーネットということで、まずはアトリエクリエイターズ、とても素敵な作品を手掛けていただいたのでご紹介させていただきます。こちらです、ドン、ラファ信者 T シャツ。お見事です。これ着て夢の国を歩いたらラファ信者同士出会えますね。前々からラファエロさん T シャツ作ってくださいの声があってですね、いつかオリジナル T シャツ作れたらなって思っていたところ、画像をいただいてですね、とても感動しました。器用ですね。今後の商品開発の参考にさせていただきます。ないのなら作ってしまえ、ほととぎす。アカウント名ケントさん、素敵な T シャツを作っていただきありがとうございます。とっても嬉しかったです。ありがとうございます。そして今日のプレゼンは第3のテーマパーク、東京ディズニースカイですね。数年前にヤフーニュースでも取り上げられていて、そこでは第3の夢の国東京ディズニースカイが検討中とされていました。ランドシースカイ、陸海空、ついに夢の国のステージは空へとディズニーマニアは期待を寄せたんですが、今ではディズニースカイの名前だけが一人歩きをして噂レベルの都市伝説になりました。一体あれは何だったのか、本当の夢の国と化してしまった東京ディズニースカイとは何なのか、今夜プレゼンさせていただきます。それでは早速、夢の国、空、ディズニースカイ、ここは今からプレゼンです。行きましょう。天才ですね。まずディズニースカイの話をする前にファンタジースプリングスの話をさせてください。2022年の開業を目指せアナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンをテーマにした新エリア、ファンタジースプリングス。このファンタジースプリングスが決定する前にディズニースカイ構想がありました。ディズニーはシーオープン当初2001年からランド、シーと単体では言わず東京ディズニーリゾートという複合的な表現をしています。これはまだ夢の国が完成ではない何よりの証拠で、将来的に新しいパークができたとしてもすんなり違和感なく受け入れてもらうための下準備といっても過言ではないです。そもそものディズニーランドが完成することはない我々に、想像力がある限り進化し続けるだろうウォルト・ディズニーの理念が入る永遠に未完成のテーマパークなんですが、ディズニーはもうすでに先を見越していました。そしてこちらが東京ディズニーリゾートの上空写真なんですが、この赤いエリアが新エリアファンタジースプリングス建設予定地です。もともとここにランド、シーに続く第3のテーマパーク、空や宇宙をテーマにした東京ディズニースカイを作ろうかという企画がありました。結果的に新パーク建設ではなくエリア拡張という形に決まり、ファンタジースプリングスが誕生、ディズニースカイ構想は夢の中へ。ではもし仮にディズニースカイが実現していたら一体どんな世界観になっていたのか、まずはパークで活躍するキャラクターですね。空といったらこの作品、カール爺さんの空飛ぶ家。これはスカイを日本人に受け入れてもらうための予告の一つと言ってもいい作品でした。カール爺さんの空飛ぶ家はいくつになっても冒険心を忘れない大切さ、いつ行くのか、誰と行くのか、どこへ行くのか、そもそも人生とは冒険そのものだという大事なことを教えてくれる素晴らしい作品なのでおすすめです。日本の意外な作品も登場します。天空の城ラピュタ、さあ出かけよう、一切れのパン、ナイフランプカバンに詰め込んで、父さんが、見ろ、人がゴミのようだ、3分間待ってやる。流行りの服は嫌いですか？っていうムスカ大佐のモノマネは置いといて、天空の城ラピュタはスタジオジブリ作品でディズニーと関係ないように見えるんですが、実はこの2つは密接な関係にあることをご存知でしょうか。ディズニーとジブリがビデオ配給や世界劇場公開で提携を結んでいる話は有名です。さらに2008年には元ウォルト・ディズニー・ジャパンの会長がスタジオジブリの社長に就任しています。長期展望を見据えてジブリとディズニーがどん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 距離を詰めていて、この先ディズニーによるリメイク版天空の城ラピュタができてもおかしくないです。これはディズニースカイにシンデレラ城ならぬ天空の城を作るための動きだったとも言われています。
印象的だったのがトイストーリー3に隣のトトロが出演していたことですね。構想がより現実味を増してきました。さらにスカイ構想は空のその先にある宇宙を見据えています。フロリダにあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの近くには世界一宇宙に近い場所ケネディ宇宙センター NASA があります。この2つはただ近くにあるというわけではありません。ディズニーと NASA は前々から共同であるプログラムを進めていて、それがトーイズ・イン・スペースという教育プログラム。子供たちに科学や工学、宇宙や天文学的な発見に興味を持ってもらい、将来は一流の技術者になってもらうという発掘と育成のプロジェクトです。そのプログラムの象徴となっているキャラクターがご存知、バズ・ライトイヤー。実際2008年にはバズのフィギュアがスペースシャトルに乗せられて宇宙へ旅立ち、国際宇宙センターまで行っていて、 NASA のホームページにはバズのゲームがあり、誰でも気軽に遊べるようになっていました。またこのバズという名前はアポロ11号の宇宙飛行士エドウィン・オルドリン、通称バズ・オルドリンのバズから付けられているのは有名な話です。こんな風にディズニーと NASA は密接な関係にあって、空や宇宙を意識してしっかり未来につなげています。ランド、シー、スカイ、その次はスペース。陸、海、空、そして宇宙、第4のテーマパーク、東京ディズニースペースの話も上がるほどです。もし実現したらどんなパークになるのか気になりますよね。ここまで東京ディズニースカイ誕生の経緯をプレゼンしましたが、次回はスカイの中、どんなアトラクションでどんな世界観でどんなシンボルの構想をしていたかをプレゼンさせていただきます。今日のラストは恒例のクイズで締めましょう。ディオタニード。かわいいおもちゃたちが活躍する世界を描いた名作トイストーリー。シリーズ1作目バズ・ライトイヤーはウッディのいたずらが原因で窓から庭に落ちましたが、一体何にぶつかって外に落ちてしまったでしょうか。ぶつかったものをお答えください。ピクサーの原点にして頂点、名作トイストーリー。そういえばまだ自分トイストーリー4見てないんですよ。ポーキーが可愛いですよね。ゴミだ。正解は電気スタンド。電気スタンドにガツンとぶつかって窓から落下。そこからバズの救出作戦が始まり、物語が始まりましたね。名作は今も色褪せないです。せっかくなのでトイストーリー4を見てモチベーションをぐんと上げて次回作に取り掛かりたいと思います。それではプリンセス、ごきげんよう。夢のありがたいところは生きるモチベーションになることです。どんなに大きな失敗をしても損失を出しても人に裏切られても、そこから得られる経験っていうのはとんでもなくでかい。それは何より希望だし、過去の夢は未来の現実なんですよ。常に前進している人は過去現在未来の点と点を線でつなげることができます。過去の夢は未来の現実、この言葉を持って帰ってください。素敵な夢を。